ば、あれです、次のシアルカップは出たいなって考えてて、なんとなくでね、麻酔のコーチがいるんですけど、コーチがなんとね、この度5万人をね、ツイッターのフォロワー達成いたしましてね、そうなの、コーチと出れるんですよ、次回は。のでね、ちょっとそれを待ってたのもあるけどね、正直そう、忙しいのもあるし、まあ、それを待ってたのもある。ちょっとね、コーチと出れたらいいなと思っている。ポイント辛くない？まあ言うても多分個人採点で祭り結構低くしてもらえると思うんですよね、多分ね。ただあの人、祭りのコーチがバカほどポイント重いと思うんだよね。競技生だから14とか、もうワンチャン16ありえる16ありえるよね。そうなのよ、まあ何とかします。16、1位なんだよ、世界1位で、競技勢も競技勢の中でも結構暴れるタイプの人だから、16の祭りが8とかそんなにないかな、6とかかな、8でマイナス2されて6、で22でしょ、で26にすればいいんだよね、確か合ってる、あと4ポイントって感じ。そうなったらゴールドの人か、まあゴールドの人しかいけてないのかな。でも、はよ5万なれって言って言ってたから、お題でマイナス2、そう、マイナス4はまあほぼ確定だとして、一人で16はえぐいね。まあそれだけの強さありますからね、マジで強い。お題は何が来るのかな、自慢のコーチ、いやもう自慢ですよ。マジで強いからな。あと褒めんのうまい。まあ、褒め伸び。誰、ピンキーって人がコーチです。次いつだっけ、いや知らないまだじゃないかな、うん、褒めてほしいな、褒めてほしいな、褒めてくれたら2割らしで頑張る、見ててほしいな、見ててほしいな。コーチ代あるの？どういうこと？コーチ、あ、あるよ。さすがに無償ではやってもらわないよ。そういうのでやってもらってますよ。はい。じゃ今からコーチ始めますみたいな感じでやってますよ。そらそうよ。まじになんか、あんまそういう、なんだろう。なんて言うんだろう。そう、なちゃんとコーチングしてもらうんだったら友達みたいなノリでしてほしくないんだよね。はあ、フォロワー数が条件だったんだ。アシアルカップの出演条件ですか？え、もう書いてあるよ。あの別にフォロワー数っていうか SNS のなんかどこでもいいから、一箇所は5万人以上っていう。うん、書いてある。まあ
次のシアルカップがもしライブと重なるんだったらさすがに出れないけどな。まあちょっと様子見ですな。